毎度バカバカしいお笑いでと普段はこう行くんですが、今日はそういう方に思う通りにはいかないんですな。でこちらも高齢者のための公開講座、古典落語を10倍楽しむ方ということなんですが、これも違うんですな。今日は、街を杉並区を10倍楽しむ方をやりたいとこう思うんです。で皆さんもご存知だと思いますが、杉並区にはいろんな施設があるんですね。また施設だけでなく、そうですね、教育委員会ですとか地域センターなんかでいろんな催し物をやってます。カルチャーですとかセミナーね、難しい英語で言いましたけど、英語なんかわからないんですけどね、そういうのがたくさんあります。またサークル活動ですとか、またスポーツ施設だとかたくさんあります。そういったのをですね、今日は皆さんに、ご紹介しようと、こういうことでございます。題して杉並区の街を楽しむという、こういうコーナーでございます。ご覧いただきたいと思います。さて、私が最初に来たところは、ここは社会教育部振興課というところです。名前はちょいと硬いんですがね、街を楽しむための資料があるってんで伺ってみました。すみません。はい。ですね、杉並区の街をですね、はい、楽しみたいと思うんですが、はい、それについてその行事だとか催し物の分かるようなその資料みたいなのありますか？ございます。こちらなんですね。あ、これですか？旅行者ガイド。はい。これを見ればどこで何やってるかっていうの分かるんですね。そうですね。はい。いろいろこうジャンルに分かれて。はい。はあ、こんなたくさんあるんですか？はい、そうなんです。ああ、じゃあこれ。じっくり見て、どうぞ。自分の行きたいところへ行けるんですね。ご利用くださいませ。ありがとうございます。はい、じゃあ行ってまいりますんで、はい、失礼します。まずどこへ行ってみようかな。もちろん街を楽しむための資料はこれだけじゃありません。それぞれのお宅に配られる区報、その他いろいろ参考にすることができます。よし、ここ行ってみよう。確かこの辺にご先祖様を忍ばせる建物があるって聞いたんだけどな。この門をくぐって、あら、なんだこら、やけに近代的な建物だな、こら。こん中なのかな、本当に。どうもありがとうございます。常設展か。あ、ここだな。はは、いろんなものがあるな、ほら。この常設展では、杉並区に人々が住み始めて以来、今日に至るまで、生活の様式、文化、その他がこうやって飾られておりましてね、昔を忍びました。ちょうど私が行った時には、この世界中のクワタムシが大集合するという催しが行われてましてね、私もね、子供の頃朝早く起きてこういったクワガタを取りに行った思い出がね、懐かしいですよ。でもこんなに種類があるとは知らなかったですね。あ、なんだ、こんなところにご先祖様を忍ばせる建物があったんだ。はは、なるほどね。旧篠崎家住宅、母屋かな、これ。うん、下井草五丁目ってんだから、うちから近いよ、こりゃ。へえ、完成年間か。あ、すごいもんだな、ほら。中見てみよう。お、いろりだよ。私の町を楽しむの第一弾は、ご先祖様を忍び、そして杉並区の歴史を知るという大変
有意義な一日でございました。どこしょ、なかなかいいもんだな。まだ今や障害教育の時代と言われておりますが、学ぶ楽しさを発見できるものの一つに杉並区民大学があります。ちょっと覗いてみました。そのようなお話を冒頭申し上げますのは、実は今日の現代スポーツを俯瞰するといいますか、現代スポーツの構造というお話をさせていただくテーマとこれらのことが一つ一つ関わり合いがあるということでございます。何の順番かという脈絡はございませんので、思いつくままに申し上げれば、高校野球の5打席全打席敬遠というのはやはり長い間日本のスポーツ界とスポーツ愛好者の皆様方の議論になっておりました。日本のスポーツ界の勝利至上主義というものとこの問題は、切り離して考えすることができない。そうですね、大学だと割と一方的に先生の話を聞くだけで終わってしまうことが多いんですが、今回参加してみていろいろとこう提案したりとか意見を聞いていただく時間がありますので、そういった面ではすごいやりたい人だけが来てるっていう感じがして、みんな勉強したいっていう意思を持って来てるなっていう気がすごいします。身近なところで読書を楽しめるところというと、なんといっても図書館ですね。この中央図書館をはじめとして区内には現在7館の図書館があります。そして私の近所の阿佐ヶ谷にももうすぐできます。で、この図書館ってのは本を読んだり借りたりするだけじゃないんですよ。映画会や幼児のためのお話の会があります。そしてこの視聴学コーナーというのがありましてね、CD、レコード、カセットテープの貸し出し、鑑賞ができるんです。2日までになります。はい、どうも。そしてビデオやレーザーディスクを館内で楽しむこともできるんですよ。杉並区は昔から文化の香り高いところと言われております。総合文化祭では区内の絵画、書道、舞踊などの作品展、公演などが行われてるんですね。アマチュアとはいえどの作品もなかなかの出来栄えですよ。区内在住在勤の方だったら誰でも展示できるんですよ、ね、自分が一生懸命作った作品が人様の目に触れる、これは何とも言えない喜びですな。この総合文化祭では囲碁将棋大会にも大勢の区民が参加しております。一生懸命やってますね皆さん。お、女性も頑張ってますよ。どうですか、我と思わん方はぜひ参加なさってはどうでしょうか。なんだよ、ちょっと待ってくれ。あ、いててて、ちょっと、あ、剣道か。ほほ、区内にも剣の達人がいるんですな。コテを外して、お、面を取るな。面の中からどんな凛々しい顔が現れるか、楽しみだね、これ。我々落語の社会では、昔は庶民が汗流して和気あいあいと楽しむ場所に銭湯ってのがありましたが、今現在は汗流して楽しむのにスポーツっていうのがありますな。杉並区にはプールですとか体育館、運動場、数多くのそういった施設があります。また小学校中学校では学校開放ってんで、運動場校庭ってやつですね、それが体育館、それを開放してますから、それを使わないって手はありませんよ。私ももう少し稽古しよう。運動することは
健康増進、体力増強が図られるだけでなく、交流の輪を広げ、私たちの生活を潤いあるものにしてくれます。体育館ではグループなどが予約を取るのが普通ですが、マイスポーツタイムでは時間と種目が決まっていて、そこへ行けば一人でも二人でも好きなスポーツに気軽に参加できるんです。やってますね皆さん。これは今人気の高いビームライフルです。杉並区ではいち早くこれを取り入れたんですね。皆さん真剣な顔でやってますよ。私もこれやりに行こうかな。こういった道具はもちろん、マイスポーツタイムでは全てが無料というのも魅力の一つですね。荻窪体育館には武道場があることをご存知ですか？合気道、柔道、剣道などの武道が行えます。私も剣道をやっておりますが、稽古を気軽に行える場所っていうのがなかなかないんですよね。そして行ってみて驚いたのは、親子で武道をなさってる方が多いんですよ。ほらやってますね。見てください、女の子ですよ。将来のヤーラちゃんですね彼女は。こうやってね、武道を通して親子の触れ合いができるってのもなかなかいいですよね。お父さんを投げられるかな。普段接しない分だけこういう場所でできれば、そういう場所がなかなかないもんですから、柔道からは特に場所が決まった場所は別にってことで、こう施設があれば、なるべくそういう機会を接してればと思ってますけど、障害のある方もこうやってボランティアの方々と一緒に積極的にスポーツに参加しております。ところでファミリーでスポーツを楽しむというのもいいことですね。藤井さん一家は親子3代にわたってバドミントンを楽しんでいます。こうやって勝敗を別にしてファミリーで楽しむというのもスポーツの楽しみの一つかもしれませんね。おやおや、ボヤがタオルを持ってきたよ。はい、ありがとう。そうですね、まあ、いろいろ楽しさはあるんですけども、遠慮がいらないところがまず一番いいんじゃないですかね。例えば、一緒にやるときに少しぐらい下手をやってもね、相手は、何も文句を言わないと、悪いっていう感じがないっていうのがね、まずあると思いますし、ね、あとは、とにかくもうその時熱中してますからね、もう熱中してることが、うちへ帰っても、そういう雰囲気でずっとつなげられるんですよね。こうした体育館のほかに、区内では、学校開放による校庭の利用や温水プールなど、さまざまなスポーツ施設を利用することができるんです。泳いでますね。あ、これは親子だな。頑張ってね。皆さんもどんどんこうした施設を利用なさってはいかがでしょうか。今や毛利さんとお分かりの通り、宇宙時代です。太陽が見えてきました。でもね、みんなね、こんなこと考えてるんですね。もし太陽が今パッとあそこで輝くのをやめたら、す
数日で地球上全部氷になっちゃうんですよ。真っ赤に見えるんですけれどもね、赤く太陽の全体が見えるんです。それじゃあ交代して次の方どうぞ。ここのプラネタリウムは23区では一番初めにできたんですよ。パイオニアですね。子供たちだけでなく大人も楽しめます。あれあれ、なんだこの行列は。はは、 N 響メンバーによる室内オーケストラの夕べか。あー、なるほど、クラシックファンが行列を作ってたんだな。こうやって区民芸術ホールと銘打って気軽に鑑賞ができるわけですね。地域の中の催し物、祭り、その中での代表、杉並ふるさと祭り。回を重ねるごとに参加者が増えております。街を楽しむためにこうやって杉並区を回ってみて、私はつくづく思いましたね。落語も聞いているだけじゃつまんないんです。やっぱりその背景にあるものを知っていれば味わいが深いわけでね。杉並区もただ住んでいるだけじゃつまらないんです。落語と一緒で街にもいろいろな楽しみ方があるんだなって、そう思いましたね。今私は東京の名物となりました高円寺の阿波踊りの会場に来ております。このように区内の至る所でいろんなイベントが行われているわけでございます。皆様もぜひ、区内の施設行事などを見直していただいて、杉並区の街を楽しんでいただきたい、こう思うわけでございます。